はい、できました。セガタ三種類豚のヒレ肉のとんかつ、ヒレとんかつで、フライドポテト、肝のごま塩、鶏肝のごま塩で、お味噌汁、お味噌汁はあっちゃん出しとくですね。以上で食べましょう。はい、ではいただきます。疲れた、揚げ物疲れるよ。いただきます。味ついてるよ。とんかつに下味つけてあるかららしい。お名前らしい。かわいいな。おいしい。下味しっかりこっちおいしいね。どっちかかな、どっちかって、味噌汁、どっちかが山塩。うん、おいしい。ちょっと髪は白くしよう。塩ごま油の、おいしい。ポテトは？向こう側は、いかんやわ。かわいいピュアみたいや。ピュア来た時あんねんってんで。誰に対して？ちゃう、色が、色と形。いや、こんな無邪気な顔じゃない。もっと可愛かった、シュッとした美人さんやって。奇襲犬なんや。顔やっぱ奇襲犬やったら顔でかいん。顔でかいじゃん。顔がぷっくりしてん。ちょうど酢、食塩、香辛料、なんとかエキス、オミニ、オイスターエキス、まあ、塩とちょっと気になるところあるけど、野菜とかのね、ソースっていうのは野菜とかのエキスが入ってるから、うまみもあるしね、体にあるの。醸造酢と塩がちょっと気になるけどね、そこさえ抑えてたすごいいいソースやね。いただきます。うん。でもとんかつソースってほら、キツネ川とタヌキ川やって、四国県、そんなんね。会見900円、これ飛行機300匹しかおらへんじゃん。北海道よりも少ないの。ソフトバンクのお父さん北海道県やろ。芝ちゃうらしい。化粧しないよ。かわいいな。
ベコ置いてる。ん？赤いベコ置いてる。赤ベコ？フェラーリかもしれへんな、赤いベコ置いたら。なんでフェラーリ？ベコいけないの？うまいやろ。うまいやろ。ランボやろ。ランボルギーニが美味しいやん、ベコや。赤いランボなんて見たことないけど。あるよ。もっと赤いランボが欲しかったんやけど、うん、白かった、白が良かったかも。ほんまにじゃん。ここが痛い。うん、志村動物園なんか違うやつなのかな。うん、アイラブみんなの志村がなくなってアイラブみんなになっただけよ。みんなになん志村の代わりが瀬形三四郎。みんなじゃないの。みんな柴竹やったんじゃん、うん、でもこれ相葉ちゃんじゃんの。柴竹瀬形や、うん、相葉ちゃんやん、変われへんやん。相葉ちゃんの動物園でいいやん。橋本環奈の独善でいいもん。それやったらなんか品がないんやわ。なんで昔は志村やってそれを続けてたけど、うん、なんかそれの続編として名前やったら品がないんや、うん、ルーパッパでも155はねえんで確か誰よルーパッパや。誰やねポケモンやポケモン知らんやん。105歳か、うんうん、かわいいな。今日味噌汁どうや。で、怖いよね。なんかわいいやん。めっちゃいいなんでなんか常に睨んでるような目してるやつね。なんかワイフ撮ってる人みたいな目してるやん。かわいいな。買うよ。いや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 、あとでこれつけな。どこ行った。なんかすごいから失敗した。骨叩いてしまった。撮影戦闘は どっかご飯ちゃんも拭きたくないねんけどね。ひんじゃ立ってもらってちょっと前置いて。めっちゃミスのドラッグだよね先生。ラクダフなの。ラクダフ水飲んだら一気に飲んだら何日間もすでにある。前世から来る。そうや。またやったろ。まあ砂漠で生きてたら水なんて会えるかもわからんしな。それめっちゃ問題。水いつ水あるかわからんからな。そういう風にあれの体が改良されてるな。ソースカツの。じゃあ好きやねこのキャベツにソースかかったとこ。
どうした？かき丼じゃないですか。かき丼好き。あ、いや、ね、あの、かつぶしちゃった。うん、かきかつ？かきのかき、かきフライ丼やろ。大好き大好き。ちょびしめば。うん？大嫌いだ。ちょびし。貝もきのこも嫌いや。木の近くから出るな。タケノコ出るね。木のライブでカイとキノコ嫌いな人だわ。カイとキノコ嫌いな人。うん。めっちゃ楽しんでる。どこなすけんの？重そうや。うん。推定40歳。うん。間違い若いで。何で？13歳。うん。黙れ60。何で？乗れんねや。うん。怖いな。カバーって今や地球上の動物で一番危ないんやろ。怖いんやろ。どうも百獣のカバーやない、どうにもなんねや。耳使うねや。怖いね。あんな人乗れんねや。すごいな、モビルスーツみたいな。なんか耳だってめっちゃちぎれそう。馬とかさ、腹下にしながら寝転びながら乗りたくね。うん、頼むよな。ゆっくり歩いてくれたらええやん。うん、寝てたりの間にイカつくねんで。うん、いや、足曲げて登らせてくれ。こっちも美味しい。美味しくない。美味しいよ。うん、すげえ。そう、頭上げてんねん。うん、頭になってんねん。なんか違いとか、ね、何入ってる。じゃがいもとにいいね。お魚青さ。乗りやすいんて。ピッチャー強いのリスやと。なんでリス？一番にどう見ても弱そうや。結構ジムラ出てくんねや。うん？番組変わったのに。どんだけあんねん。あ
あと1年は引っ張るんじゃ、番組終わるまで引っ張るんじゃないですか、もう静かにしといたって言って感じやけどな、マシンが猿とか買ってたしな、猿じゃないわ、パン君、そうそう、ああいうのとかあるやんか、まだ出してくると西村の名前出さなあかんね、美味しかった、髪の毛が縮んできたね、やっぱり志村エンジンで困るんやったらあれやんか、ヤギ呼んできたらええやん、志村より志村のヤギ、ヤギ志村より志村の、おいしいね、ヒレカツおいしいけどね、脂身が少ないからなんかね、やっぱりちょっとロースの方が脂身が多くてこう食べた感あるかな、ロースは確かロースじゃない、ヒレはやっぱりね脂身少ないから、どうなの、パサつきっていうのか、やってるっていうのかな、ロースほどこの脂のない分こう食べた時にもたれはないけど、なんかちょっとこう脂っこいなっていうのはないけど、その分あの満足感はないね難しいね、とんかつもね、だからとんかつはロースが多いのかな、だってね、米粉がね、どうもね、米粉は油を吸わへんから、その分やっぱり、あれかな、下地には小麦粉の方がいいのかもわからんね。小麦粉の方がしっとり柔らかな気がする。はい、ということで髪の毛がくしゃくしゃになってた。塩で洗うとね、キューティクルが締まりにくいらしいね。だから、癖が出るね。だから洗ったすぐ後はいいねんけど、キューティクル締めるのにね、スリンスがいいねんて。だから塩シャンプーの後スリンス、今度またやってみたいと思います。はい、ということで。今日のまあ、これご飯の時に言うとこがないんだけど、今髪の毛気になったからくしゃくしゃになったからね、そんな感じで、また、今日のあっちゃんの晩ご飯、とんかつ美味しかったです、ごちそうさまでした、ということで今日のあっちゃんの晩ご飯この辺で終わりにしたいと思います、今日のあっちゃんの晩ご飯良かったと思ったら高評価応援コメントチャンネル登録よろしくね、ではまたね、バイバイ。